5月、6月に引き続いて、えー、また11月にこられたことをあの本当にありがたいと思いますあの梶川先生が本当にあのこの大切さを理解してくださってまた皆さんもこれから、えー、全国に出ていくかもしれませんけれどもそこでも想像されたという事実の大切さを伝えていただければと思いますでは一言お祈りします。 天にいまますす私たちのお父様皆を賛美します主がこの天と地とまたそこに住むすべての生き物とそして私たちを作ってくださったことを感謝します特に人は主の形に作られました特別の主の思いが私たちの上にはあることを思います 主よどうぞ私たちがその主の期待に応え出ていき主を述べ伝えることができるよう知恵と力と時を与えてくださいますようにお願いいたしますこれからの3日間主が導いてくださいイエス様のお名前を通してお祈りいたしますアーメンはい えっと皆さんは学んでいるわけですよね。学んでいる時っていくらでも間違いをしていいしむしろ間違った方が本当はどうなのだろうかっていうことを学べるのもよく分かると思いますね。正しい答えばっかりしてたらあんまり覚えてないでも間違うとあの記憶に残るんですね。ペテロはたたくさんの失敗をしましま そして真理を学んでいいったとところがあると思いますねで私たちもたくさん失敗しながら本当はどうなんだろうイエス様はどう私たちに考えてほしいんだろうっていうのを、えー、常に求めていただけたらと思います大切なのは土台ですねどういう土台に立っているか皆さんはどういう土台に立っていますか はい聖書その通りだと思います。皆さんが同同じじ土台にに立つなら同じ考え方に至るわけで,す、ね、でも私たちは聖書に立っていると思っていながら時として聖書以外のものに立っているっていうことが起こるわけですね。それは私たちが育ってきた中でどういう考えを教えられたかということですね。 えー、皆さんはあの学校で進化論を学んだと思いますけれども進化論を学んだ方、はい、学ばなかった方どれぐらい2人だけですか3人ですねその方は幸いだと思いますけれども <laughs> <laughs> あの進化論を学んだ方は進化論どれぐらい正しいと思って学びましたどうですか <laughs> はい、ありがとうございます。えっと、えー、中井さんはいかがでしょうか。<タッ>進化論。はい、あの聖書を信じてたわけですねその時。でそれはそれこれはこれで、あそういう考え方もあるし、こういう考え方もあるしっていう感じでしょうかね。 それはあのどういうふうに整合性をつけてたでしょう、両方。<laughs> はい、あのクリスチャンの方でそういう方たくさんいますね、それはそれ、これはこれって <laughs>、今はどうでしょうね、それはそれ、これはこれで。と、ね、いう話からも信じてないですね。えっと、長谷川さんは 今はどうですか。あの、ン信じているのはそれはそれでいいんですけれども。今は。想像の、はい、えー。島勝さん。はい、どうでしょうか。私学校で。クリスチャンじゃなかったんで、その時。うんと、進化論。学校で学んで、普通に、あ。普通に信じてました。 はい。はい。今も信じてますか?。信じてないです。はい。はい。なぜ信じてないですか?。<laughs> はい。なぜ信じてないんですか?な。なぜ。神様を信じたので。はい。はい。ありがとうございます。えっと、落合さん。いかがでしょう進化論と。学んだ時。私も、あの。 その時クリスチャンじゃなかったので、そのまま言われるままというか、まあ、な、そのまま入って信じてましたね、進化論。はい、今はどうでしょう。今は信じてないです。はい。想像そのまま信じす。そうですね、想像論の信じてます。はい。浜、はいえー、田さんはいかがです。はい。私も、えっと、ちゃんとテストの時は。 「アウストラロピテクス」って書いてた答えにねでもなんか高校の時にアメリカ人のそのおばちゃんはカトリックの人だったんですねアメリカ人でなんか私は多分「本当に猿から人間ってできたと思う?」ってクリシャンじゃなかったですけど聞いたら。 あなたはじゃあどっちがいいの人間からできるのと猿からできるのどっちがいいのって聞かれてあ人間がいいですみたいな答えをしたのを覚えてますけどはい疑問はありましたはいはい、はい、ありがとうございます、えー、名前がここに載っていないんですけれども <laughs> お名前からお願いします木野内ですはい木野内さんはい、はい えっと。ええー。進化論は、えー、信じてました。でも、はい、あの。クリスチャンになって、えー、信じていません。ええー、はい。はい、ああ、もっと、どうぞ。あ。もう、それだけで、大丈夫ですか。<laughs> はい、あ、はい。<laughs> いはい、すみません。えっと。あの。ここの。 列だけけお聞きしましまたけれども皆さんあの進化論は今は全然信じていないということですねあのクリスチャンの中になった方で最初聖書を信じたばかりの頃進化論を信じてたっていう方はどれぐらいいらっしゃいますか聖書を信じたけれども進化論も信じてた木之内さんはいいかがでしたか今,今も 進化論を信じていらっしゃいますか?。あの別に信じているのは文の。の縄文の時代に。<っ>その戦いをしない。1万5千年間があった。という中で。私たち家督はすごく興味を持っています。ただその。宇佐美先生の。その創造科学の。メッセージを。 聞いてまた聖書を照らしたときに、想像科学の聖書通りの考えに今、立ってるんですが、その化石とかその、えー、縄文時代のあり方と、その聖書が言う歴史との折り合いが今、私の中でどうつけようかというところにいますはいありがとうございます。 実はあのクリスチャンになって聖書の歴史と一般に言われている歴史との折り合いをどうつけたらいいんだろうそれを悩んでいる方はたくさんいらっしゃいます。であの皆さん聖書はそれに対してどう答えているのかっていうことをまあ今日は学んまず最初に考えたらいいかなと思います。えっと 以前来た時は人の祖先とは何かっていう話をしましたしてない人の祖先っていう考え方について話してないですね、はい、じゃあ,あの今日はそこから話をさせていただきたいと思います。えー出てますかね、人類の起源とといいう考えことについて 皆さん人はどうして始まったでしょうか浜、えっと、田さんがさっきあのカトリックの方から「あなたはどっちがいいの?」って <laughs> 聞かれたっていうことですけれども皆さん猿から自分が生まれてきたと思う方がいい方人から生まれた方がいいと思う方 <laughs>、はい、皆さんそうでしょうかね。はい 誰か科学者たちの中であるいは人の中で猿から人が生まれてきたの見たことある人はいますかいないですよね誰も猿から人が生まれるっていうことを考えてないと思いますね誰も観察したこともないし実験もできないでも 進化論を信じる人たちはそれを信じているわけです進化論を信じる人たちはなぜそう信じるか知ってますか考えたことあるでしょうかどなたか進化論を信じる人たちはなぜ猿から人が進化したと考えるか なんかこう人間がトップみたいなヒエラルキーというか,なんか動物の上に立つものが人間というそういう自己中心的なあ柏橿原です、はい、あすいません、はい、<laughs> ごめんなさいはいあの、はい、そう思いましたはい人間がトップに立つからっていうことですね他にはどうでしょう神様を信じたくないからはいあとはどうでしょうか 進化論の前提には何があるかご存知ですか進化論っていう考え方の土台にある考え方はいビッ,グバン、はい、ビッグバンはいビッグバンはやっぱり進化論なんですね宇宙進化論がビッグバンセオリーですはい弱肉強食はいあの前提です 創造主はいないその通りです創造主はいないっていう前提からスタートするんですね創造主はいないって考えたらどうして人は存在するでしょう皆さんはどうして存在するでしょうどういう答えがありますか偶然に自然に出現したわけですけという答えしかないわけですね作られたのではないって考えると 偶然に自然に出現するのに。まあ、ポコポコ人が出てきたり、猿が出てきたりするわけがないわけですよね。そうしたら、どう考えたらいいでしょう。答えは進化しかないんです。神はいない。っていうもう決めつけてしまうと。なぜ私たちが存在するのかは。もう徐々に。 長い年月をかけて進化してきて存在するという答えしかないわけですねだから進化論が信じられているわけです、えー、今回時間があったらヒューマニズムの考え方についてちょっとお話し,したいと思いますけれどもヒューマニズムって聞いたことのある方はい、前話しましたかね私話してないですねはい、ヒューマニズムの 根底にある考えは無神論。唯物論。進化論です。この三つです。無神論を信じたら。どうでしょうか。神は霊で霊的存在ですね。無神論を信じた霊を否定します。霊の存在を否定します。そうすると。すべては物質であるという考えになるわけですね。 唯物論。で、無神論を信じたら、当然私たちがなぜいるかっていうと、進化論しか出てきません。この無神論、唯物論、進化論っていうのは。切っても切れない関係ですね。唯物論を信じたら、自動的に無神論。進化論を信じることになります。まあ、どれをとっても同じですね。進化論を信じたら。 そのの考えの導かう、人がそれを信じたら答えとして出てくるのは無心論、有物論物なんですね、はい。私たちはいろんなことを日々考えているわけですけれども皆さんはある一定の枠組みの中で考えるようになっています。 そういうといやそんなことないんじゃないのって思うかもしれませんけれども人は教えられたことの範囲でしか基本的に考えられないわけですね進化論を信じていたときお茶屋さん進化論を信じていたとき想像って考えましたこの世界は作られたって考えました考えないですよね はい、それは進化論しか教えられていないからですね聖書を信じた時で最初は多くの人はいやでも進化論があるし想像って言われてもどっちがどうなんだろう想像をそのまま信じるようになってもじゃあ進化論はどう折り合いをつけていいんだろうかそういうふうに 人はその教えられたこと親から教えられたこと学校で教えられたこと今はテレビとかいろんなまあものですね新聞とか雑誌とかそういうもので教えられた範囲で考えるようになります。間違ったことを教えられたら間違ったことを信じる可能性がいくらでもあるわけですね。 えー、一番上に並んでいるのはあのこうちょっと扇形になっているのはあれは教科書です。で水色の部分ですねいろんな実際に私たちが実験観察できる証拠が並んでいます。で水色の部分はですねどちらも同じですね茶色い方も緑色も同じです。で一番上の緑色もですね 左側生物学天文学地質学歴史英語、えー、音楽こういう風に同じ教科書ですねでも中身の解説は全然違います何が違うかっていうと土台ですね土台となる考え方が進化論なのか聖書の創造なのかそれによって答えが 変わわってくるわけです簡単な例を考えれば歴史ですね進化論に基づいて歴史を考えると宇宙の歴史は130何億年まあ人によっては150億年とか200億年とか地球の歴史は46億年まあ昔はもうちょっと前は45億年って言われてましたけれどもちょっと伸びましたね。 もっと前は10億年とかですね、1億年とかって言われていました。少しずつなぜか伸びてきます。<laughs> はい、えー。右側はですね、聖書に基づいた歴史ですね。私たちは聖書に基づいた歴史から何を学べるでしょうか。最初に天地創造がありました。天地創造の時は どんな世界が作られたでしょうどんな世界でした最初に作られた世界、えー。じゃあ今度はこちらからロケさん。どうでしょうか、天地創造の時、その世界はどんな世界でしたえっと全く罪がない世界だと思います。はい 罪がないはい、はいえー、ゆうきくん、えー、名字で言わないと伊藤さんが <laughs> 他には罪のない世界そうですね今と違う世界ですよねはいあのー、動物同士の食べ合いがないはい殺し合うことがないじゃあ後ろにはい 秋山さん、はい、なんかすべて清い、まだ罪がないで清いっていうか、うんうん、う罪がないに似てる、はい、いはい。こ、小梅田さん、はい、はい、そうです、なんか何も不自由なく、すべてあるというか、神様と一緒にいた世界、今、はい、まあ一緒にいた、は、う、い、ん、はい。はい。矢田さん。 な漠然としてた作られた時の漠然としてたみたいな漠然としてた、ねはい、<laughs> 作られた直後のことと思ってましたはいはいあんまり考えたことがなかったですかね結構考えました <laughs> 考えました <laughs> はい、木原さんは非常に良かった、まあ、非常に良かったはい、もう想像想像できないほど 想像できない <laughs>、はい、私たちには想像できない世界ですね。えー、本間さん神様がとても身近だった世界。はいもうおそらく毎日主と交わりを直接ですね顔を合わせて交わりをしていた時代ですね。死はあったでしょうかなかったですね。病気はあったでしょう なかったですね。愛はどういう愛だったでしょう今と同じでしょうかそれともアガペの愛をおそらく完全な形で持っていたでしょうかどうでしょうおそらくアガペの愛を完全な形で実行することのできた。 人たちがアダムとエヴァがいたと思いますね。それと比べると今はどうですか呪われてしまった世界ですね一時的に、まあ、直で地獄に行かないで一時的にまあ執行猶予みたいな期間ですねある意味。 ね執行猶予の期間にどう生きるかが問われているわけですけれどもそれがまあ簡単に言えば聖書の歴史ですね進化論の歴史は最初から病気があり死があり殺戮があり歴史の教科書は同じものを見ていてもですね同じ証拠を見ていても 前提が異ななると全く違う教科書になります他の分野もそうですね理科もそうですし、えー、生物学天文学地質学歴史、えー、最近あの老眼が進んで <laughs> よく見えなくなってきましたけど皆さん美術や音楽も進化論に基づいているか聖書に基づいているか。 違いがあるの知ってますか音楽の世界でも進化論を信じている人たちは音楽の進化っていうのを考えるんですね聖書を信じている人たちは死を賛美する音楽をたくさん作ってきましたでも進化論を信じている人たちは人類はいかに素晴らしいかとかですね その他いろんな音楽を作ってくるわけですね。美術もそうです。昔の画家でいろんな画家が主の栄光を表すためにあるいは聖書の歴史を示すために絵を描きました。聖書を知らない画家はいろんなの描きますけれども中には驚々しいようなもう本当に 聖書の世界観とかけ離れたような絵を描く人もいます。どちらに立って考えるかっていうのが重要ですね。創造主はいるっていうことを信じている科学者がたくさんいます。世界中にはですね。そういう人は、人間は聖書にある通り。創造主によって。超自然的に作られた。 という前提に立って考え始めます人は創造主の形に作られたんだっていうことですね。創造主はいないなというふうに考える科学者たち。突然人間は出現するはずがないから人間には祖先がいるはずだっていうふうに考えて長い歴史の中で最初水素からですね 物質最初の物質は水素ですけれどもそこから徐々に徐々に変わって最後には人間になったっていう説を作り出したわけですね。他の説は考えられないからです創造主はいると考えるか創造主はいないと考えるかで答えはどちらかの、まあ、それぞれ答えがもう決まってしまうんですね。 で実はその答えが決まっているその進化論を、まあ、創造主はいないと信じて考え出された進化論これが学校で教えられたために聖書を信じている人も進化論が正しいんじゃないかって思えるようなことになってしまったので整合性はどうつけたらいいんだろう。 そう多くのクリスチャンが悩んでいるわけですね。皆さんがどこかでこれから牧師になるか伝道師になるかあるいは信徒として使えるかどういう形になるか分かりませんけれども自分がはっきりとこの世界が創造されたっていう確信に立ってそして人々と話をしてそして もし進化論を信じている人がいたらきちんと説明して本当に相手のためを思ってですね聖書通りでいいんだよということを伝えられるようになっていただけたらと思います。えー、進化論を信じる人たちは人は進化した猿の形だそういうふうに考えているわけですね。 数年前にですねノーベル賞を受賞した本庄佑博士という人がいますけれども京都大学の教授だった方ですかね。彼は教科書を信じるなというメッセージを発信しましたノーベル賞の受賞会見の時ですね。それは教科書を鵜呑みにしてししててまままっったらもうう答えは決まってしまうわけですねそうすると科学の発展も何もない。 もうこれが答えですっていうようなものですね。でも実は教科書ってどれぐらい正しいでしょう。皆さん教科書正しいと思って勉強してきた人どれくらいいますか。はい。あ素晴らしいですね。皆さん優秀ですね。<laughs> <laughs> でも本城達夫博士は教科書を信じるなって言ってるんです。なぜでしょう。教科書には 今の時点で正しいと思っていることが抱えているだけであって。新しい発見とか。あるいは考え方の土台が変われば、全く変わってしまうものだからですね。だから、本当はどうなっているんだろうって、常に探る心が大切だ。さもなければ、科学の発展はないんだっていうことを。 本タスカ博士は言いました聖書にはですね「創世紀一章」の27節に「神はこのように人をご自身の形に創造された」「神の形に彼を創造し男と女とに彼らを創造された」こういうふうに書かれています。人は創造主の形に作られているというのが聖書の教えですね。 私たちは創造主の形に作られているんですけれどもだからアダムは本当に最初ですね罪を犯す前はどんな人だったと思います私たちと比べてどう違うでしょう罪を犯す前のアダム。 考えたことありますか <laughs> 先ほど愛について言いましたアダムの愛ってどんな感じだったでしょうエヴァに対してあるいは主に対して あまり考えたことないかもしれないですねその悩みとか苦しみの点ではどうでしょうアダムは悩み苦しみながら生きていたでしょうかおそらくあのエデンの園の管理を任されていたわけですけれども 彼はすることなすこといろいろ試行錯誤してですね楽しんで果樹園をまあエデンの園の木々を刈り込んだりどうしたらこうおいしいのができるかなとかいろいろ実験したりきっとそういうことをしながら生きていたんではないかと思いますね。ただその 罪を犯すまでの期間がどれだけあったかは分からないですけれどもそんなに長くなかったんではないかそういうふうに思われますけれどもアダムが罪を犯してから人はどうなってしまったのか私たちは完全な愛を持っているでしょうかアガペエの愛どうでしょう 私たちは創造主の形を持っているけれども完全ではなくなってしまったわけですよね。完全になりたいいと思いません、ね、イエス様を信じたらイエス様の似姿に変えられていくって聖書は教えてますよね。不完全ですけれどもでも私たちは創造主の形を再び取り戻せるように主がしてくださっているわけですね。 えー、人は想像されたのか進化したのかどっちが本当でしょうかどっちがいいですか皆さんは想像,想像された <laughs> はい創造主の形に想像されたのと猿の形に進化したのと創造主の形に作られた方がいいですよね。はい、えー ですね、以前もちょっと話したかもしれませんけどティム・ホワイト博士という方がカリフォルニア大学バークレー校の教授なんですけれども私が、えー、アメリカで学んでいた時ですねこの大学で人類学というクラスを取りましたでこのティム・ホワイト博士はですね世界的に有名な人類学者ですね。人類学って何をやるのか 言うと人類の文化とかそういうものも扱いますけれども人の祖先とは何かっていう進化論の進化論の考える人の祖先を扱う分野でもあるんですね。でこのティム・ホワイト博士はその道の専門家で非常に有名世界的に有名な方でした。で アウストラロピテクスって先ほど覚えたってあのテストに書いたっておっしゃった方いますけれどもであのそれを発見したのがこのティム・ホワイト博士ですねアウストラロピテクスの「ルーシー」という化石を発見しましたなぜ「ルーシー」という名前が付けられたかっていうとビートルズの「ルーシー・イン・ザ・スカイ」とかっていう曲があ,る、うん、ありますか ななんかその曲が流れて,流れていたのでルーシーという名前が付けられたという <laughs> まあどうでもいい話ですけれども。<laughs> はい、でティム・ホワイト博士の、えー、全部で18回の講義の中で最初の時間ですねティム・ホワイト博士は学生たちにこう語りました。私たちがこれから学ぼうとする進化論は 皆さんを鈍層の渦に巻き込むことでしょう。そこには答えのない多くの疑問があります。って言ったんですね。だいたい八百人ぐらいの学生が講堂に集まっていました。この世界的に有名な進化論者から進化の証拠を学ぶんだってみんなやってきてたわけですね。で、最初の言葉がこれです。進化論 っていうのは疑問だらけなんだっていうことを言ったんです。論争があるんだ。どれが正しいかわからないからですね。皆さんは進化論ってどういうものだと思っているでしょう。もちろん皆さんは進化論を多分信じていないと思いますけれども、でもどういうものだと思っていましたか。 もし進化論を信じてた方は進化論っていうのは証拠があって科学で正しい教科書にはその答えが書いてあるそういうふうに思ってた方も多いんではないかと思いますね。でもトップレベルの進化論者は進化論には本当には答えがない疑問だらけだっていうことをよく知っています。 さらにティム・ホワイト博士はこう言いました。進化論という言葉は非常に感傷的な言葉です。そしてそれは皆さんが信じているようなものとは違います。学生たちは高校までですね進化論を教科書で学び、これが答えなんだ、そう信じてやってきたわけですね。でもティム・ホワイト博士が言ったのは、進化論というのは事実 ではないまあ事実だと言ったんではなくて非常に感傷的な言葉だって言いました。簡単に言えばこれは人類のロマンなんです <laughs> っていうことですね。進化論という考え方は46億年という地球の歴史の中で。 最初38億年前にアメーバーみたいなあの最初の小さな生物が出現してそれから5億年ぐらい前にいきなり突然カンブリア基にですねカンブリア爆発といっていろんな生物が突然出現し始めたさらにですね2億3千万年前には恐竜が出現して6,600万年には 6,600万年前に恐竜は絶滅してそれから哺乳類とか小さい動物たちの時代が始まって猿が進化して猿からまあ猿のような生物から人間が徐々に進化してきたそしてこの46億年の歳月の最後に現代人が出現した。 ホモサピエンスが出現した。そういう壮大な歴史ロマンなんです。っていうことですね。だから、この進化論っていうのは、非常に感傷的な。ああ、自分たちは、これだけの歴史の中で、やっと出現した素晴らしい存在だ。そういう感傷的な言葉なんだ。だから、皆さんが。 これが事実だと思って信じていると思ったらそれは大間違いですよって言われたわけですね。あの日本人の学生は静かに聞くんですけれどもアメリカ人の学生は思ったことばーって口に出すので、もうあの会場騒然となりました。私は一番前に座ってたんですけれども後ろからわーってすごい声が聞こえてきたんですけれどもさらに彼は言いました。 進化論を信じるとは明日が晴れるか雨になるかを信じるようなものですどうですか皆さん明日晴れる100%晴れると思う人信じられる人誰もいないですか明日雨になるって100%信じられる人明日雪になる誰もいないですか 天気予報を信じるようなものそれが進化論だということですね本当はどうなのかわからないわけです進化論は重力があるというように信じられるものではありません彼は言ったんですね私は聖書を信じてましたけれどもで進化論者のもう世界的に有名な進化論者が どういうことを教えるんだろうかと思って、このクラスを取ったんですね。そうしたら私はすごくびっくりしました。進化論が正しい、これこういう証拠があるっていうかと思ったら、さすがトップレベルの科学者だなと思いましたね。進化論の実態は何かっていうことを知りながら、でも進化論を信じているわけですね。なぜ彼は進化論を信じているんでしょう。 創造主はいないと信じているからです。もし人が猿の形だったら。おじいさんやおばあさん。<laughs> あるいはもっと。ええー、十世代前はこんな姿ですかね。百世代前。こんな姿ですかね。ダーウィンの頃は。 遺伝のの法則とといいうのがほんんど知られていませんでしたメンデルは遺伝の法則を発表しましたけれども進化論に反するために相手にされませんでしたでも今は遺伝の法則がはっきり知られています人からしか人は生まれない猿から生まれてくるのは猿カエルの子はカエル オタマジャクシだっていう人もいるかもしれませんけれども、そういうふうにですね、遺伝の法則によれば同じ生物しか生まれてこない。進化論はどうですか。同じ生物じゃない生物が生まれてくるっていうのは進化論です。これは遺伝の法則に明らかに反しているわけですね。 科学に反している進化論をなぜ信じられるのかそれは想像しはいないと信じているからです現実の生物学で観察できるのは人から人猿から猿しか生まれてこないということですねまあそういうわけで実は生物学 に照らし合わせると進化論っていうのは。非現実的なことを信じることになるっていうことですね。えー、進化論では人と猿は共通の祖先から生まれてきたと。信じています。昔はですね。猿から直接人に進化したっていうふうに信じられていたんですけれども。 今は人と猿の共通の祖先がいてそれが徐々に徐々に変化して、えー、人間になってきたんだそういうふうに考えているわけですけれども最近あの進化論に基づいた分類方法っていうのが始まったんですね。えー、そ,うするそれによるとです、ね、人は 昔は霊長類って,って読んでたんですけれども人人も猿もですね。今は猿目です。人は猿目です。嬉しいですか？<laughs> 嬉しい人。<laughs> もし教科書に猿目人かって書いてあったらどうでしょうね。 素直な皆さんは、あ、人は猿の仲間なんだって思っちゃいません？そうですよね。えー、最近のこの分類によればですね、人はまあ一番右下に人かというのがありますけれども、人は猿目の中でまっすぐの花の猿だっていうことですね。神尾猿目。 曲がった。花じゃないよ。っていうことですね。で、メガネザルでもないよっていうことですね。本当の猿深淵類人は本当の猿だよ。っていうことですね。で、鼻の広い猿でもなくて鼻の狭い猿だよ。で、その中に人浄化というのがあって、人浄化の中にはテナガザルとかオランウータンが入って。います。 その中に人カっていうのも入ってくるわけですね。これを見るとなんかオランウータンとテナガザルは人の兄弟みたいな感じに見えますよね。皆さん嬉しいですか？じゃあ人カは人カの中には何があるでしょうか？人カの中には ギガントピテクスというまあ絶滅した猿ですねそれからゴリラ族と人族に分かれるっていうで,で人族の中にはチンパンジー族と人トア族が分かれるっていうチンパンジーと人はもう本当に兄弟です。 アウストラノピテクスと人族どうですかこれが皆さんが教科書を読んだり生物の分類を調べると出てくる答えですねこれはウィキペディアに載っているものですけれどもこれを見ると人は何でしょうね あ本当に人は猿の仲間だって思いません誰かチンパンジーと人の祖先っていうのがいたっていうのを見たことあるでしょうかねあるいは人とゴリラの祖先が一緒だったって誰も見たことがないんですよねじゃあどうしてこういうふうに書いてあるんでしょう推測でしょうか 証拠があるんでしょうか。推測なんですね。ただ。創造主はいない。じゃあ。どのように人は出現したのか。いろんなこう壮大なロマンを。こう書き上げるわけですね。描くわけです。思い描くわけです。そして。出てきた答えが。こういう答えだっていうことですね。誰も証拠を持っていない。ただ。 その生物を並べただけですね。皆さん、あの携帯電話。長い間使っている方、たくさんいると思うんですけれども。携帯電話、進化してません。進化してますよね。進化っていう言葉使ってよければですけれども。何種類ぐらい皆さん使ったでしょう。 もし1980年代から使っている方は、あの大きい箱にですね、電池の入った箱にこんな電話がこう置いてあって、こう車で移動しながら移動電話ですね、ガチャンってやって、そういう時代がありました。本当に最初は電話だけですね。でガラケーとか、まあその前にあのポケットベル。 みたいな時代もあったありましたけれども、携帯電話になっても最初ガラケー、最初はまっすぐですね。そのうち折りたためるように進化するわけですよね。またメールも使えるように進化します。写真が撮れるように進化します。ガラケーにな、ガラケーはもう時代遅れにだんだんなってきて。 今スマホの時代でもう本当にコンピューターと変わらないようないろんなことができるようになりましたねそのうちコンピューターじゃなくて iPad とかスマホとかタブレットのが主流になるって言われていますけれどもそれでそのいろんな会社が出した携帯電話を持ってくればですね寄せ集めれば皆さんそれを用いてどのように進化してきたかって 並べることできると思いませんどうこれはどういう機能がついているあこの系列は全部このこの系列で集められるとかですねいろんな系統立てて並べることができると思いますじゃあ問題はそれらの携帯電話は自然に進化してきたんでしょうかそれとも人が設計して作ったんでしょうか 設計して作ったわけですねでそれぞれの携帯電話はそれぞれその用途にに合わわせて完璧に働くわけですよね、まあ、人間の作ったものなので、えー、時々故障したりあるいはうまく働かないものもあったかもしれませんけれどもこう進化したように並べることができるかってじゃあそれは自然に進化したかっていうと。 並べられることは全然証拠ではありません動物たちを並べることができます進化してきたかのようにでも中間系の生物っていうのは存在してないわけですねですよねネズミから猫にかなりかけている動物見たことあります <laughs> ないですよねカエルからヘビになりかけてて それお,たおたまじゃくしがおたまじゃくしじゃなくてだんだん、えー、足があったのがだんだん足が長くな,なくなってニョロニョロって変わっていくとか誰も見たことがないですよね。第一遺伝の法則に反すすわけでで進化のですね、えー、並べられるっていうことと実際にそうなったっていうことは全然違う 創造主がいれば一つ一つの生物を目的に沿って目的の環境の中で生きられるように魚だったら水の中で鳥だったら空を飛んで生きられるように作れるわけですねあの後ろにいる岸本さんあの鳥が大好きでですね今回北海道に来たらシマエナガをぜひ見たいと一緒に回ってるんですけど今のところ。 うまくいいってないですけれども, <laughs> でも鳥あの岸本さんに、まあ、時間があったら後で食事の時とか交わっていただければと思いますけれども8 0 0 0ルの高さを飛ぶ鳥がいる知ってましたもう 彼鳥の話しだしたら止まりませんのでぜひたくさんあの興味深く話してくれますので聞いてみてください。8000メートルの高さを飛べる鳥はもうすべての鳥が飛べるかっていうとそうじゃないわけですね。そういう鳥特化した鳥がいるわけです。水の中で泳ぐ鳥とかですねエトピリカとかいろいろその 目的に従ってて作られているわけでですすね動物たちもそうです、えー、キリンは首が長いですけれどもあの皆さんも首が長かったらどうなるでしょうね例えば3メートル首が上にあった六6尾みたいになったら皆さんの心臓では血液をそこまで押し上げられないんですね。キリンは強力な心臓を持っているだけじゃなくて血管が特別です。 上に首が上がると血管が収縮するんですね。しかも網目状になってます。その力でひゅうってこう血が上がるんですね。頭まで。じゃあ今度頭を下げたらどうなるかっていうと。そのままだと。ものすごい勢いで血が。頭に突入していきますから、血管破裂です。あ、時間になってしまいました <laughs>、えー。まあそういうわけで。 それぞれ主は特別に特化して作られているっていうことですね、えー、じゃあここで休憩を挟んで、えー、次の時間にまたお会いしましょう